リースケーターとは初めて戦いますが、とてもおしゃべりでうるさい選手だと聞いています。この試合で世界を感じて12月の新人王にまっしぐらです。ところで真瀬優菜、新人王に出るか出ないかはっきりしてほしいです。新人王いつなんですかね。そうですね、私今の気持ちでは出たいと思ってます。まあ、当たり前じゃないですか、新人、私だって今年デビューしたんだし、出れるようにこれからスピード上げて頑張ります。タグの 3way 面白いね。私は 3way ずっとばっかりやっているので初日ので全く怖くない、全然。こんにちは、私はサファイアです。メキシコから来ました。Estoy contenta, estoy feliz por esta oportunidad. Ahora no vengo sola, ahora vengo con mi compañera Mystic. Hablar de Paracuén es un reto. Me estaré preparando porque vamos a dejar que, en claro que la lucha libre mexicana tiene con qué defenderse. Yoneyama Kaori desu. Hatsuhinode Kamen desu.ヨネ、ヒノデでーす。タッグチームをね、よく組んでる我々がタッグチームとは何たるものかを教えたいと思います。メキシコ代表木村モンスター軍、おいクリス、木村に伝えとけよ、初日の出仮面にビビってるんじゃないってな。小熊です。今回は、くるみ選手が学校のため会見を欠席してますが、今回で2度目のタッグを組ませていただくことになります。前回は、ティーンズで組ませていただいたんですけど、すごい中学3年生とは思えないパワーですが圧倒されてしまいました。で、私はその他団体の選手と戦うとすごい力がなぜか発揮できないと言われているんですが、今回は秋の小熊はそうではないというところを見せつけたいと思います。また、対戦相手に井戸匠選手が入ってるんですけど、私は匠選手の手の内を全部知ってるので、この試合でメインを食ってやろうかと密かに燃えてます。応援よろしくお願いします。はい、今回後楽園で世良選手とタッグを組むことが決まりまして、前回のティーンズの後楽園大会で初めてタッグを組ませていただいたんですけども、なんかすごく息の合って、なんかこれからもずっと組んでいきたいなっていう自分の中であって、今回後楽園で組ませていただくっていうことなので、もうこれはやるしかないっていう感じですね、自分の今の気持ちでは。この世良さんとのタッグチームでは女子プロレスの明日を見せれると思うので、小熊とくるみの丸っこいチームに勝って、かっこよく勝ってやってやりましょう。はい、先日のスターダムさん後楽園ホール大会で、いても立ってもいられなくなってリングに上がってアピールしてしまいましたが、思いのほか反応も良くて、こうして実現するとなると改めて気が引き締まる思いです。後楽園では、未来が感じられる戦いをして、もちろん剣道タッグが勝ちたいと思います。よっしゃ、一致やってみましょう。よしやってやろう。よっしゃ、せーの、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、よいしょ、よいしょ、皆さんに言いたいことがあります。私は首を痛めて休んでいましたが、今回のタイトルマッチは脇座を
プロレス生活の最後の挑戦だと思ってください。もちろん勝って相川さんが持っていた白いベルトは巻きます。仮に負けることがありましたら爆弾よもう潮時だと思っています。それくらいこの試合に私はかけています。舞ちゃんはすっかりタワシーズのことを忘れシングルプレイヤーとして歩み出しましたが、しかし私は最後の挑戦としてふさわしい選手だと選手にだと思って今でありまでと勝負します。先日の名古屋大会の王座決定戦で秋澤さんに勝って自分が4代目のワンダーオブスターダムのチャンピオンになりました。初防衛戦の相手が秋澤さんということで、これもなんかの縁だと思っていますが、秋澤さんの手の内はもう全て知り尽くしていると思っているので、ここはきっちり勝ってどん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 これから記録を作っていきたいと思います。ここで負けるわけにはいかないので。先日26歳の誕生日を迎えました東条海里です。先日、無事に5スターグランプリ前戦を戦い終えまして、すごく自分的には打たれ強さの面ですごく成長したかなと思っています。今後の東条海里にも期待していてください。それで5スターグランプリの、ベストバウト賞ということで、 なんと七重さんとの7回り対決がベストバウト賞をいただくことができたんですが、その上、今週号の明日発売ですね、明日発売の週刊プロレスに、8ページで、その試合について掲載されるということなので、ぜひ皆さん、試合を生で見れなかった皆さんにもきっと伝わる記事になっていると思うのでご覧になってみてください。そして今回の後楽園ホール大会では最強の現時点でチャンピオン、赤のチャンピオンのよしこさん、元チャンピオンのイオさんという最強の2人と試合が組まれました。で、七重さんも元赤いベルトを持っていたということになるので、私以外の選手は全て赤いベルトを持っていたチャンピオンだったということになります。その中で私は、見劣りしてしまいそうに思われると思うんですけども、それは絶対に、私もそうなりたくはないので、気持ちの面で強い気持ちを持って、5スターグランプリで培った打たれ強さをここで存分に発揮して、最後まで絶対に諦めずに初防衛、私防衛タッグのベルトできなかったので、今回七重さんとどうしても7回りで、ベルトを防衛したいので、全力ファイトで頑張ります。七重さんよろしくお願いします。お願いします。はい、高橋七重です。5スターグランプリではですね、決勝戦にも進めず優勝できなくて2連覇っていう夢を果たすことができませんでした。でも高橋七重は腐っちゃいません。これから何事も諦めないでさらにさらに進んでいかなくてはいけないんですけれども、幸いなことにと言いますか、何と言いますか、今年の5スターグランプリ優勝者であるイオ、そして準優勝のよしこ、5スターグランプリのトップ2ですよね。その2人から7回りの持つゴッテスオブスターダムのベルトに挑戦したいと言われたわけですよ。優勝した人と準優勝ですよ、その2人が7回りを見てるんですよ。この現実を受け止めて11月3日のメインイベントで戦えることを、とても光栄に思っています。スターダムでは来年12回の後楽園ホール大会を、発表させていただきましたが、こうなってくると今までは赤いベルトの、タイトルマッチがメインということに、結構決まりでなってたと思うんですけど、ここは私たち7回の、タッグタイトルがメインを取ってもいいと思うんですよ。というかここでも防衛して来年につなげていきたい、私はそう思ってます。なので七回りがもっともっとタッグ戦線盛り上げてみんなにこう愛されるというか、うわ七回り面白いってもっ
ことを思ってもらいたい、もうどんどん注目してもらいたいと思います。でさっき言っていた、北条海里が言っていた週刊プロレスさんが、今手元にあります。はい、みんなに注目してもらいたいんですけれども、週刊プロレスさんに注目していただいてます。この顔、女子プロレスに壮絶さは必要か、必要か、長いいいんだよ、はい、いいんだよ、ここはもう会見なんだからマイクを持ったら話さないでさ。そして高橋じゃないわ、必要枠か、必要枠か、長い気になりますね。ね、はい、いやもう女子プロレスはね戦いなんですよ。私からしたら戦い以外の何者でもない。こうやってね検証されてるわけですよ。北条海里の顔面をボコボコにした、高橋じゃない、こうやって特集されてる、北条海里も強くなったと特集されてる。このタック力、このタック力は、トップ2だというのもあなたたち急増タックなんでかなわないと思います。はい、なので11月3日楽しみにしていてください。ボコボコにしてやります。長いね、昭和の人たちは本当話が長いわ。いや年の子ってやつか知らないけど、はい、ファイブスターグランプリ2014優勝者の白井理央です。まあ、そこに座っている高橋七海、そして吉子を倒しての優勝っていうことなので、まあ、もう本当に文句なしにスターダムの覇者と、呼んでほしいなって思ってます。まあね、そのシンプロ、はい、よこせよ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 、やだ、勝手読めよ、お前も変えよ、明日だろ、さすがね。え、確かに乗ってっかもしんないけど、こうやって乗ってるんですよ、私の方だってね、私の方だってっていうか、ファイブスターグランプリ優勝、優勝の記事がね、はい、大きく載ってますからね、まあこの辺も見てほしいなっていう感じっていうか、まあこっちがメインだと思ってるんで、私は。はい、で、私たちはこうやってね、勢いがどん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 ついてて、この勢いは本当に止まらないと思ってます。ハイスピード王者の私、そして赤いベルトの王者ヨシコ、そして白いベルトの王者岩谷真由も私たち平成軍の方にいて、こうやってシングルのベルトを3本集まってきてるので、もう次に狙うのは赤いベルトも良かったのかもしれないですけれども、私は七回りが巻いているタックのベルトをすごく魅力的に見えて、それが実現してのこのカードっていうことで、まあ、何がすごいってこのカードがメインイベントで組まれるっていうことですよね。はい、まあファイブスターグランプリ優勝した時にも言いましたけど、赤いベルトを失って白井を、勢いが落ちたなと思われたくない、必死で頑張ってる、そう言ってた中で私が発信してこうやってタッグのタイトルマッチが実現したのが、またメインイベントで組まれる。今まで私は何度後楽園ホールのメインイベントに連続で立ち続けてるのかって思うと、すごく刺激的ですね。はい、試合の方は必ずそのタッグの黒いベルト、ヨシコと私で手に入れて、高橋七海にまた悔しい思いを味合わせてやりますので、楽しみにしててください。はい、第4代ワールドオブスタードムチャンピオン、ヨシコ21歳です。ファイブスターグランプリでは準優勝、高橋七海戦もかなわなかったし、白井優にも負けて、自分の思い通りにいかなくてマジでイラつくんですけど、でもまあこのベルトを巻いてる以上ここで止まってらんないんで、まあ、自分はこの、タックですけど、タックのベルトが欲しいとかそんなんじゃなくて、自分は高橋七海と戦いたくてこの白井を組んでこのタイトルマッチをやろうと決意したんで、自分は高橋七海、お前一人しか眼中にないんで、まあ、ボコボコにするって言ってるけど、自分はお前にボコボコにされる前にお前をボコボコにするから、そこのとこよろしく。